広島東洋カープ春季キャンプ中の阿部智弘内野手と岡田彰武投手がインターネットを使った国税電子申告、納税システム、e-tax での確定申告の体験を2月8日の練習前に天福球場内で行いました。 e-tax は国税庁のホームページから税務申告をする制度で、自宅からでも申告ができ、2、3週間ほどで還付金が返ってくるというメリットがあります。申告に必要な初期登録や入力を済ませた電子申告書に収入金額や電子署名をして送信する体験作業をしました。選手による e-tax の PR は今年で10回目。e-tax で申告の体験をしてみた阿部選手は、税理士のところ行ったりとか難しいんで、こうやってパソコン1台あってちょっと簡単にできるのがすごく便利だなと思いました。岡田選手は、思ったよりすごい簡単にインターネットでできたなと思います。改めてこういう体験をして、これからしっかりやっていこうかなと思いました。想定収入が、1億円という感じで、はい、はい、こういう金額を確定申告したいなと思いながらやってました。今シーズンの意気込みは、今日から実戦も入ってきますし、僕なんかの立場もとにかくアピールする立場なので、どんどんアピールして、オープン戦に向けたいい準備をしていきたいなと思ってます。自分ができることを全力でやっていきたいなと思います。国税局の話では、今年から e-tax での申告の場合、マイナンバーカードの番号の記載が必要となります。 CM 風に言えばいいです。そうですね。今年のカープは下部区申告書にはマイナンバー、申告と納税は申告と納税は国税庁ホームページで。日南税務署では2月16日から確定申告書の受付と相談会場を開設しています。2016年分所得税の確定申告は3月15日までとなっています。